タイムトラベルしてきた海外セレブ。空前絶後の超絶怒涛の YouTuber、 ゆるふわチャンネルのいのりちゃんです。ちょっとあのテンションは無理です。タイムトラベルしてやってきたんではないかとささやかれている海外のセレブをご紹介します。ニコラス・ケイジ。濡れた瞳でおなじみのニコラス・ケイジ、代表作にザ・ロックやフェイス・オフなどがあります。1870年にアメリカ・テネシー州で撮影された男性がニコラス・ケイジに激似と eBay に100万ドルで出品されたことで話題に。合成加工が疑われましたが、出品側は偽造を完全否定。ニコラス・ケイジは150年以上生き続けてるヴァンパイアとコメントしています。似ている古い写真があるから長生きのヴァンパイアだというロジックは理解が難しいですが、確かに似ていますよね。ジョン・トラボルタ。今ではただの気持ち悪いズラのおっさんになってしまったトラボルタ。かつてはサタデーナイトフィーバーで若者文化に影響を与え、パルプフィクションでアフロ文化に影響を与えてきました。こちらも eBay に出品された1860年代の写真です。眉毛の形以外まるで本人そのもののようです。サイエントロジーという宗教があり、ハリウッドセレブの信者が多く、トラボルタもその一人とされています。その宗教は霊魂再来説、生まれ変わりを唱えてるらしくて、それが実証されたと噂されています。新しく出てきた宗教が生まれ変わりを唱えるだけでそれが実証できるなら苦労はしないですよね。プーチン大統領。世界で影響力のある人物1位のプーチン大統領。プーチン大統領不死身説がささやかれています。それぞれ1920年と1941年に撮影されたロシア兵士たちの写真です。プーチン大統領の若い頃の写真と言われても納得できてしまいますよね。確かにプーチン大統領が不死身だというのはわかる気がするのですが、ロシア側なんでしょうね。シルベスター・スタローン。エイドリアーンでおなじみのシルベスター・スタローン。13世紀頃はローマ教皇グレゴリウス9世として法学や外交で手腕を発揮していたようです。これはだいぶ似ていますね。マイケル・ザッカーバーグ。Facebook 創業者のマイケル・ザッカーバーグです。資産は6兆を超え、しかもその 99% を寄付するそうです。確かに似ていますが、ちょっとディスりすぎてる気がします。ディカプリオ。今ではだいぶ顔が変わってしまいましたが、ディカプリオにそっくりでしたね。ちなみに女性です。 Jay-Z。 Jay-Z をご存知ですか？ビヨンセの旦那といえばピンとくるでしょうか。1939年のハーレムで目撃されているようです。まあ似ていますよね。キアヌ・リーブス。スピードやマトリックスで有名なキアヌ・リーブスはイタリアにタイムスリップしていたようです。1530年に後期ルネッサンスの画家パルミジャニーノによって描かれました。かなり似ていますよね。エディ・マーフィー。
みんな大好きエディ・マーフィー。1920年ぐらいに撮られた写真です。かなり似ていますね。いかがだったでしょうか。皆さんの言いたいことは分かっています。ただの似ている人ですよね。でもそれがタイムトラベルしたって考えるとちょっと面白いと思いませんか。楽しくいきましょうよ。この動画がたくさんの方に見ていただけるように動画の拡散を希望しています。ご協力いただける方は最後にグッドボタンを押していただけたら幸いです。チャンネル登録もお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございます。